それガチャ成功しました。当たり外れだったらどっち？絶対に当たりだと思う。なんていうの、学歴とか環境とかは外れみたいな感じだけど、親としてだったら外れではないみたいな。9月、ネット上で大論争を巻き起こした親ガチャ問題。親ガチャとは、どんな親に生まれるかは運次第ということを、出てくる品物がランダムなカプセルトイに例えた言葉。例えば医学部とかって学費がめちゃめちゃ高いじゃないですか。それって親の収入がちょっと低かったらもう目指すこともできないじゃないですか。これはなんかそういうの羨ましいなって、なんか自分こういう人の親だったらよかったなみたいなのあったんですけど、いい学習地とかにも行けない人行けない場合もあるので、そういった面ですごい学習面で差が出てきちゃうかなと思います。実際親の年収と子どもの学力の関係を調査したところ、親の年収が高いほど子どもの成績も優れた結果に。そして高学歴の子どもの多くは大企業など高収入が見込める職業に就き、子供が生まれると同じように高い教育を受けさせることも。深刻なのはその逆です。若者の貧困問題などに取り組む NPO 法人は、親ガチャ問題の本質は貧困の連鎖だと話します。やっぱり本人の努力だけではもうどうしようもない部分がかなりあって、貧困な家庭ですと、そもそも大学に行けないとか、そういう選択肢を諦めざるを得ないっていう状況に、追いやられてしまって、すごく劣悪な雇用に就かざるを得なかったりとか、非正規雇用で働かざるを得ないっていう形で貧困が連鎖してしまう、固定化してしまうっていうような状況があると思います。格差を埋めるにはどうすればいいのでしょうか。続いてのテーマは、親ガチャはしょうがない？若者の格差社会をなくすにはどうすればいいのかということがテーマになります。はい、まずは平原さんの解決策から見ていきましょう。こちらです。学歴中心の履歴書から経験中心の履歴書へということですね。さあ、こちらのまずご意見バロメーターはどうでしょうか。就職活動の時に使う履歴書を経験中心にするという、ね、学歴中心から経験中心、これまた共感が、またまた共感多いですね。広原さん多いですよ。では平原さん、プレゼンテーションよろしくお願いします。私にはですね、夢があって、それが社会にあるいろんな境界線を溶かしていくことです。その中でも最も溶かさなきゃいけない境界線は学歴の境界線だと考えています。正直今の日本は学歴を重要視しすぎかなと思います。いい大学を卒業していい企業に入社する、それが高収入につながって、それが成功として捉えられる、これが果たして本当に当たり前なんでしょうか。しかしそのレールに乗れない、また落ちてしまうと逆にそれが失敗としてとらわれてしまって、で結果収入が下がってしまっていうのが今のスタンダードだと思うんですけども、つまりこの学歴社会こそが私は経済格差の原因があるかなと思います。だからこそ人を評価する判断基準は学歴ではなくって、その人個人が持つ経験ですね、それは唯一無二だと思うので、いつからでも自分の頑張り次第で結果も生み出せて収入格差がなくなるかなと思います。そのためにまず企業が変わる必要があります。企業が学歴を重要視する前に、まずその人個人の経験を重要視する社会に変化する必要があります。ここでもしかしたら綺麗事言ってるんじゃないのみたいなところもあると思うんですけども、実は企業もですね動いておりまして、こちらユニリーバジャパンが出した実際に今変革なんですけども、なんと履歴書から性別や顔写真をなくして就活に公平性を与えました。でこれは外資系のユニリーバジャパンだけではなくって、日本企業もどんどん賛同してきていて、あれ、この
これなんであるの履歴書にそもそも、そんな問いから始まって、これが逆にこういう公平性をなくしてしまってるんじゃないかっていうところで変革を起こしてきました。なのでこれからの企業に必要なのは本当に学歴ではなくって、このコロナで私たち一人一人が経験したように誰も予想がつかないことってたくさんあると思うんですね。なので学歴なしで柔軟な思考力、そして生存力ですね、これを本当に持っている人材が必要かなと思います。なので私たち一人一人ですね、誇りを持って語れる人間らしい経験こそがこれからの成長につながる重要な鍵であり、そのためにも今の学歴中心の履歴書から経験中心の履歴書に変える必要があると思います。はい、平原さんありがとうございました。ではプレゼンテーション聞いてバロメーターどう変わったでしょうか。相変わらず共感するが多いですね、7割ぐらいですね、はい、このような結果となりました。では続いて成田さんの意見を聞いていきたいと思います。成田さんの答えはこちらです。格差をもっと作り出そう。また刺激的ですね。ちょっともうこのテーマの全否定のようなちょっと驚くような回答なんですけれども、成田さん教えてください。はい、教えてください。いや僕結構これ真面目な答えでして、そもそも日本って経済格差が大して広がってない国なんですよね。で例えば所得とか収入の格差を見ても資産の格差を見ても、ここ10年20年ぐらいで日本社会ってほとんど格差が広がってないっていうことが知られてるんです。で日本で起きてるのは格差の拡大ではなくて、むしろある種のこう一億総貧困状態みたいなことが起きてるんだと思うんですよ。つまり昔に比べてすごく貧困にあえいでるような家庭とか子どもの貧困が増えてる、これは事実だと思うんですよね。だけどそれはどこかのお金持ちとかどこかの恵まれた人たちが貧しい人からお金をむしり取ってる結果で起きてるわけではなくて、国全体が貧しくなって国全体が縮んでるからそうなってるんだと思うんです。で実際貧しい人もお金持ちも等しく昔に比べると貧しくなってるんですよね。でこれはアメリカとかヨーロッパのいくつかの国みたいにいわゆる格差が拡大してるって言われてる国の状況と全く違うことが起きてるんですよ。でなんでこういう格差が広がらず1億総貧困状態になってるかっていうと、それも簡単だと思うんです。で考えてみると、普通どういう時にこう格差が広がるかっていうことを考えてみると、例えば大きな産業が勃興したりとか新しいビジネスが生まれたりとかして新しい富が作り出される。でその富の分配が歪んでる場合に格差が広がるっていうのが典型的なパターンだと思うんですよね。で分かりやすい例は過去 2,30 年間で IT 産業が勃興して、でそこから生み出された巨大な富っていうのが GAFA みたいな一部の企業の経営者とか起業家とか投資家だけに回ってしまって格差が広がってるって思われてるアメリカみたいな国だと思うんです。でこれと比べると日本の場合は幸か不幸か過去 2,30 年間新しい富とか産業を作り出すってことがほぼ全くできなかったわけですよね。でしたがって富も新しいパイも作り出されてないので、それをの分配を間違えようもない、単純に格差を広げる力もないってことだと思うんです。でそういう意味で言うと格差が拡大してるっていう存在しない問題についてあんまりこだわりすぎる前に、まず格差を作り出せるぐらいのところまで日本の経済とか産業っていうのが力を取り戻すというのが先ではないかなと思います。で一度その格差を作り出す力が生み出されて格差が一定以上になれば、今のアメリカとかあるいはすごい格差社会だった戦前の日本みたいにある種の自浄作用みたいなのが起きるんですよね。お金持ちに対する反乱運動みたいなものです。で日本戦前の日本とかでも大金持ちの暗殺運動とかが起きるぐらいのところまで行ったんですよ。まあ、そう考えると格差が広がりすぎてお金持ちがこう身の危険を感じるぐらいまで社会がやばくなるまでは格差拡大とかについてあんまり考える必要はないんじゃないかなって思ってます。はい、ありがとうございます。ちょっとなんかびっくりしましたけど、バロメーター見ていきましょう。なるほどという感じでありますね、共感しないが、多いですね。なんか今までの、ね、格差本当に重要な課題だと思ってたんですけども、殴られたような気持ち。でもやっぱり困ってる人は困ってますからね。確かに貧困っておっしゃっていましたけども、成田さん、まあ、今のお話すごく理解しようと頑張ってるんですけど、じゃあその先の、まあ、経済成長につなげるとか、そのあたりのことはどんなふうにお考えですか。なので今僕たちが直面している問題は格差ではなくて、まず貧困とそれから成長が存在してないっていうことだと思うんですよね。
でなので貧困にどう立ち向かうかという問題と成長をどう作り出すか、はい、この2つについて考えるべきであって、格差が生まれているどこかに邪悪なお金持ちがいるみたいな、その存在しない問題とか分断を作り出す必要はないんじゃないかなと思って。じゃあ例えばその貧困というものに苦しんでいる人たちに対してはどんなふうな政策をする必要があるというふうに。僕はまずその生活保護みたいなものっていうのが本来はベーシックインカムに近いような感じのみんなに行き渡ってる社会保障の役割を果たすべきだと思うんですよね。だけどそれが現状だともらうべき人の数十パーセントしか生活保護をもらってないみたいな現状ですよね。なのでそれを 100% に近づける、で可能であればベーシックインカムみたいなものを導入することで、その貧困の問題みたいなものはあんまり考えなくても生きていけるような最低限のセーフティーネットを作るっていうのがやっぱり重要なんじゃないかな。わかりました。成田さんありがとうございました、はい、若者の格差社会をなくすにはどうしたらいいのか、では高松さんの解決方法を見ていきましょう。高松さんの答えはこちらです。ベーシックインカムの導入とあります。先ほど最後に成田さんが触れていました、はい、成田さんもありましたけれども、ではファーストインプレッションどうでしょうか。共感しないが上回っているという、ね、状況、共感するが増えましたね。そうです、あ、増えましたね、はい、はい、拮抗してます。では高松さんプレゼンテーションよろしくお願いします、はい、私はですね、格差問題での一番の核心はそのお金がない人が生きづらくなってしまうことだと思います、うん、そもそも今はそのお金持ちが悪いとか、いやいや努力してない貧しい人が悪いという、まあ、そういう格差をめぐって不毛な対立が生まれています。だって努力してお金を稼ぐことは悪いことではないし、誰にだって当然生きる権利はあります。なのに持つものと持たざるものがこういがみ合っている、そしてギスギスした世の中を作っている、これが私一番の問題だと思います。例えば生活保護を受けている人に対する過激なバッシング、生活保護もらってんのにお出かけするの、新聞取るんですか、焼肉食べるんですか、こういうバッシングがありますよね。その結果生活保護を受けられる状況にあっても実際に利用している人の割合っていうのが、これ日本が極端に少ないんですね。国民が当然受けられる権利である生活保護をこう利用する人が少ないことも問題ですし、それによって不毛な対立が起きることもおかしい事態なんです、はい、じゃあその代わりに導入すべきだと思うものがベーシックインカムです。ベーシックインカムは一律に全員に同じ金額を配るので、その保護が必要な人に絶対にお金が行き渡ります。あともらう人もらわない人っていうのが生まれないので、全員もらうのでそういう対立も生まれないです。であとは高所得者の人から、まあ、税金としてそのもあのたくさん稼いでる人からは回収する。だけど一律給付だから、その公職者の人もなんで私がもらえないんだとか、そういう不満は生まれません。また貧困を救うっていうだけじゃなくて、こうお金をもらえることで、あ、じゃあ私バイト辞めて学業に打ち込もうかなとか、そのお金を貯めて起業できるんじゃないかとか、こう新しいことに挑戦できる、そういう生活に対して希望が持てる、そういうワクワクする社会を私は作りたいと考えています。はい、高松さんありがとうございました、はい、さあバロメーターの方見ていきましょうか。かなり共感するが上がりましたね、はい、共感する増えました。はい、75人の方が共感するということになりました、うん、はい、さあ続きましては若新さんの意見を聞いていきたいと思います。若新さんの答えはこちらです、はい、富ではなく運を分配する若新さん、どういう内容なんでしょうかね。ちょっと待ってください。まずファーストインプレッション見てみますが、おっと皆さん悩んでるような感じで、どういうことですね、っていう共感しないが、はい、若新さんちょっと多い感じです、まあ、分からないっていうのがね、いやいや、この数字ですかね、共感させてください、お願いします。あ、いや、あの、まあ、僕の中では勝手に成田さんのプランを補完するものだと僕は思ってるんですけど、まあ、まずやっぱり基本的にはまあ成長ってまあまあ大事だと思ってて、成長していくためにはまずはこうまあ頑張って競争するってのは必要だと思うんですけど、その競争とどう向き合っていくかってことが大事かなと思ってて、でやっぱ競争すればその勝ち負けっていうのが生まれるし、報酬にも差ができちゃうじゃないですか。でこの勝ち負けによって全体を盛り上げようとすると、まあ、そこにその格差っていうのが生まれてくると思うんですよね。ただ僕はその競争して格差が生まれることよりももっと僕一番の問題だなと思ってるのは、その競争した結果が本人の努力とか実力によってもたらされてるって思われてることが問題だと思ってて、だからなんか課税されるのが嫌だったりとか、
なんかこう頑張って自分で努力したのにいっぱい持ってかれるって嫌だなっていう考えが出ちゃって分配がうまくいってないんじゃないかなと思うんです。で僕は正直まあ幸いこうやっていろいろ仕事とかいろんな場に恵まれてたんですけどほとんど運だったと思うんですよね。僕はもうかなり自分の人生が運が良かったなと思っていてそれはその頑張ってこなかったわけでもないけれども頑張ったら成果を出せるなとか結果が出そうだなっていうふうに思えるような環境にあったからっていうのもあってそれもやっぱ親から遺伝したものもあれば今までその家がどうだったかっていう環境もかなり大きかった。僕はだからそのやっぱその運っていうものとちゃんと向き合っていく必要があると思うんですよ。でいろんな競争をやってますけどその遺伝とか云々とかそれだけじゃなくてその時代どんなそのルールの中で競争していたかってこともあるわけだし多分僕も時代が違えば同じようにその運が使えていたとも思わないしこの時代だからこそうまくいったってこともあると思ってていろんなこうたまたまが重なって、まあ、その勝敗っていうのは結構決まってるな。でまあ、だからそもそもまあ僕は別にガチャっていうかガチャってのはおかしくないと思っていて結構その人間の社会のことを上手に表現してるんじゃないかなというふうに思ってます。だから僕はここから大事だと思ってるのは成功した人はこんなに運が良かったんだから、まあ、その人よりも多く、ね、納税するのは当然だし、まあ、他の人にもその運を分けてあげれるように、まあ、自分が儲けた分ですか結果っていうのはどん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 こう、まあ、みんなに回していこうっていうふうなことを学校でも教えるのが大事じゃないかなと。でやっぱ一番僕がそのここら辺から変えたらいいんじゃないかなと思ってるのは結構その小学校の時とかにこうなんか入賞した子とかがなんか朝礼の時にこう校長先生から表彰状をもらったと思うんですけど、はい、必ずなんかその記念の努力と功績を称えて入ってるじゃないですか。確かに本人が自分の力だけで頑張ったみたいに言ってますけどこれが良くないと思っててこの内容をちょっと変えてその今後はですよこの賞状の内容をその記念の努力と功績ではなくて幸運を喜びみたいなあなたはすごい幸運だったからいい結果だったらもちろん今後もしかしたらいい学校も行けるかもしれないし仕事もうまくいくかもしれないけどその時は余裕ができたらみんなに回してあげてねっていう風にして具体的には別にこう累進課税とかそういうのでいいと思うんですけどそういう風に運を喜ぶっていう社会にして競争もその悲観的にならずにみんなで楽しんでやっていくっていう社会がいいんじゃないかなっていう風に思っています。はい、ありがとうございます。なるほどって高野さんなんかこれあのいやあんま共感増えないないや私共感できるんですけどもただ若新さんだけなんか絵が豪華すぎませんなんかこれスタッフさんの力で共感を得ようとしてますなんか人それぞれに合ったなんかアニメーションにしたっていう風になんか聞いてますけど、ね、いやいやお金のかけ方が分かってるんだけど違うそんなことはない。僕なんか運がいいんですよ。運が良くてなんか僕の絵を頑張って描きたいっていうスタッフさんに恵まれたんで運が良かったんでじゃあちゃんと解明してもらいたいですね。運が悪かったんですはい、じゃあバロメーターの方はこのようになってますけれども共感するが少し増えましたけれども若干共感増えた、はい、それではここで4人のシンカーたちの意見を振り返ってみます。はい、平原さんは学歴中心の履歴書はもうやめようと経験中心の履歴書にしていこうというご意見です。成田さんは格差をもっと作り出そうと、ただこれ格差よりも貧困問題を改善していこうという、うん、貧困問題を、見ていこうということですね。そして高松さんはベーシックインカムの導入、国民全員にとりあえず一律でお金を配ると、若新さんは富ではなく運を分配すると、運が巡ってくるような、社会をにしてほしいというような意見ですね。はい、それでは、はい、ここで森川さんから100人のオーディエンスの意見をチョイスしてもらいます。はい、皆さんの意見止まりません。まずこちら成田さんについてデータではそうかもしれませんが実態として貧困層は貧困に苦しんでいると思います。20代男性公務員の方です。そしてこちらは高松さんと成田さんにでしょうか下移していただけますでしょうか。ググッと下に行きましてもっと下です。これですね。はい、ありがとうございます。ベーシックインカムは行き過ぎた社会主義の構築になってしまうのではないでしょうか。成田さん高松さんいかがでしょう。はい、あ、いいですか。そういう懸念ってあると思うんですが実はそうでもないっていうデータがあったりするんですよね。でベーシックインカムをやってみると世の中に何が起きるかっていうことを実験するっていうことをいろんな国がやり始めてるんですよ。でその結果を見てみると意外にベーシックインカムを配ってもみんな働くのをやめないし、うん、前と同じような感じでしっかり仕事をするっていう結果が出てる場合が多いんですよね。そういう意味で言うと、まあ、なんか10万円以下ぐらいのベーシックインカムを配ったからって言ってみんな急に24時間ゲームをやるみたいなことにはならないんじゃないかな。で社会主義になるには程遠くて10万円ぐらいじゃ、
まだなんか豊かに生活するには全然足りないので、ベーシックインカムをもらってそこにみんながさらに働いて上乗せしていくっていう形になって、ある種の社会主義と民主主資本主義のいいとこ取りみたいなことができるんじゃないかなっていう気はしてます。平原さん、今デメリットって出ていましたけれども、膨大なお金を使うわけですから、そのデメリットに関してどうですか、ベーシックインカム。そうですね、すごくこう、まあ、もちろんベーシックインカムはいいとは思うんですけども、やはりこう考える力というか、このベーシックインカムをどういうふうに使うのかっていう、そのフィナンシャルリテラシーもすごく必要かなというふうに思います、で、まあ、こう先ほど例に挙がっていたスペインとか、私も以前住んでたんですけども、やはり皆さん本当に一気にこう職がなくなったので、もともとすごい働くのが大好きなあの国民だったんですね、でその中から一気にこう働いても、そもそも働き口がないっていうところで導入をし始めて、だからこそどういうふうにこれを使おうかで、逆にもっと次あの私のスペインの友人も本当にこのコロナ禍で 2,30 人職を失って、大学の、卒業しているのに、でこのベーシックインカムを取ってどういうふうに使いたいのかって聞いたら、次にあのまたコロナが落ち着いた時にこう就職できるためにその準備に備えたい、そのお金に使い、その教育のお金に使いたいって皆さんおっしゃってたので、やはりこのこうベーシックインカムに対する教育のリテラシーっていうところも、あのこれ導入する上でのこう考慮点になるのかなとは思います。あとこの海外を見てると若新さん、成功してるかどうかというところも問題かもしれないですね、まあ、でもあの僕やっぱりベーシックインカムっていうのは、全てを、人生の全てを保障してくれるわけじゃなくて、まあ、全然ダメだった場合でも腐らなくて済むようにする、だから最悪でもこれぐらいはできるんだから、まあ、言い方はちょっと難しいけど、まあ、ゲーム感覚でみんな一生懸命競争したりとか戦ったりしようよっていうメッセージ、前向きなメッセージはなる気がしていて、で今日ね、あの平原さんだけちょっと大人気で、このままではもう気持ちよく寝れないんで、ちょっと平原さんにお聞きしたいんですけど突っ込んでいいですよ、はい、さっきの学歴の話なんですけど、僕学歴は確かに100点満点の完璧なフェアな競争にはなってないと思うんですけど、でも経験主義になると、もう経験の方が貧富の差が出ちゃうと思うんですよ。だってお金持ちの方が海外に行かせるとか、いろんな楽しいことさせるとか、でやっぱりそのもちろんお金持ってる人が付属から上がっていけるとかっていう部分はあるけれども、でも受験ってのは結構今でもやっぱその何科目かやんなきゃいけなくて、僕ずっと暗記するっていうの、受験の暗記ってマジくだらないと思ってたんですけど、でもよく考えると暗記って金じゃ買えないので、どんな素晴らしい家庭教師呼んでも暗記は自分でしなきゃいけないじゃないですか。だから意外とその学歴とか学校に入る今の試験っていうのは、学びの本質に直結してなくても、誰でも頑張ればある程度チャンスが巡ってくるものの一つかなとも思うんですけど、経験の方が格差広がらないかなって心配だったんですけど、どんな経験だといいんですかね。どうでしょう、平原さん。若新さん、私も今夜気持ちよく寝たいので、ちょっと寝返したいなって思うんですけども、経験って唯一こうお金では買えないものだと思うんですね。で経験を何どう捉えるか、お金で買える経験もあれば、お金で買えない経験もあると思います。で実際に例えば最近友人が赤ちゃん生まれたんですけども、その赤ちゃんもこうひっくり返ったり、お母さんがご飯をこう与える時間だって分かった、それをもう学んだってこともその赤ちゃんにとっては経験ですし、で彼女にとっては本当にもうずっとワーカホリックの彼女がこうずっと子供に尽くすってこと、大きな経験でした。そのようにこう自分の中で毎日人生の中でいろんな経験が実はあると思うんですね。それを経験と捉えるのか、それとも日常と捉えるのかっていうところは、少しこう考えるっていうところを今一度こうあの立ち止まってあの整理する必要あるのかなとは思います。だからそうなるともうだからそれは履歴書にはもう書けないものですよね。なんか履歴書に書ける経験ってなっちゃうと、なんか僕はやっぱりチャンスが多い方ができそうな気がするけど、やっぱ本人が人生の中でたくさんこう価値のある経験をできたっていうことをちゃんとこう味わえるようになってくるとすごくいいなと思うけど、履歴書そのものになんかこうタイトルを書くってこと自体がなんかちょっとね微妙な気がしましたね。高本さん慶応大学出身、はい、しかも私あの英語入試なので、まさにその経験とか何を学びたいかっていうことが重視される、英語入試っていうのは自分のことを推薦する入試なので、そこで起きてたのは、本当にこうなんていうんですかね、自分の思いがあって大学に行きたいって思いがある人と、今言ったようになんか嘘をちょっと書くような人、その塾とかが対策をして、はいはいはい、そのかなりですねこう、まあ、嘘とまではいかないけど、でも受かるために NPO を作りましたとか、なんかそういうものもあったりして、そこは非常に難しくて、やっぱり大学側もその
判断するっていうのは難しいですね。だから英語入試をやめてる学校っていうのはいくつかあって、やめてる学校は英語入試って制度が悪いんじゃなくて、英語入試で採用する側のそういう能力が大学側に持ち合わせてませんでしたっていうような学校もあるので、これはこうやりうまくやらないと、その採用側がすごいコストがかかるんじゃないかなと思いますね。イェール大学助教授成田さん、どうですか。いや、僕は経験重視っていうのは最も格差を作り出すタイプのものなんじゃないかって思ってるんですよ。っていうのは僕がいる大学も含めて、アメリカの有名大学ってあるじゃないですか。あれってあんまり知られてないんですけど、入学試験とかがないんですよ、うん、でこれまでの経験値みたいなのをこう総合的に出願書類にまとめて、それを総合的に判断して入れるっていう、全てが AO 入試みたいな世界なんですよね、うん、でそういう世界で何が起きてるかっていうと、高校生とかがみんな多様な経験と称するものを手に入れるために、2週間で100万円とかする経験を買うためのパッケージツアーとかに参加しまって、で NPO とか会社とかを作って社会起業家ですって言って自分をプレゼンするみたいなことがすごい起きてるんですよね。でその結果として、イェールとか例えばハーバード大学とかって、入学してる人の親の平均年収とかがなんか2500万とか、そういう状態になってるんですよ。そういう意味で言うと、やっぱり経験っていうのも履歴書に書けるような経験にしてしまうと、お金で買うで賢い豊かな家の子供ほど、その経験をしっかりと蓄えられるみたいなことになっちゃうんじゃないかなっていう気はします。うん、平原さんの意見に賛同する人が多いからか、なんか厳しくなってきましたけども。高松さん、自分のやつに付け加えたいんですけど、いいですか。はい、どうぞどうぞ。私ベーシックインカムを提案したんですけども、じゃあ財源どうするのって話にやっぱなると思うんですけども、うん、私が一つ考えているのは、その AI に課税するってことをやることを考えてまして、これからの時代って AI にやっぱ仕事を奪われてしまうと思うんですね、うん、でも AI は仕事を奪うけど消費はしてくれないわけですよ、うん、だからいっぱい物が作り出されても消費する人がいないと。だからベーシックインカムだと消費する人が増えるんですよ。仕事を奪われても消費するっていう人が増える。それは私すごい大事なことだと考えていますね、はい、でも先ほど平原さん、ね、海外の例だとそうやって溜め込んでる人もいるっていうところですよね、はい、そうですね。溜め込むっていうよりもこう教育に使う、自分にとって次の成長につながって、もっと多くのその収入を得られるため のことに使うっていうことです。一時のものっていうよりも長期的に考えてやってる方がすごく多かったですね、うん、その多様な働き方とか多様な生き方っていうのを肯定するものになると思うんですね。お金があることで勉強したいって人は勉強するかもしれないし、貯めたいという人は貯めるかもしれないですし、じゃあその介護とかそういうことに子育てとかに力を入れようって、じゃあ働く日数を週半分にしようとか、そういう多様な働き方、多様な生き方だから多様な幸せがあるんじゃないかなと思いますね。ただ今意見もありました、お金が入ってくるわけですから、はい、サボる人も増えてしまうんじゃないかと。成田さんどうですか。いや、そんなにやっぱ増えてないっていうのが僕がデータを見てる印象ですね。なのでこれが例えば月間にみんなに50万円配りますとかってやったら、確かに働かなくても全然いいのでサボり始めるのかもしれないんですよ。だけど今考えてるのはベーシックインカムって、こうギリギリの生活を最低限保てるかどうかっていうぐらいの金額を配るっていう感じですよね。ただそのあたりのこう絶妙な金額をちゃんと維持していけば、そのベーシックインカムが入るから途端に働かなくなるっていうことはあんまり起きないんじゃないかなっていう。成田さん、ちょっと伺いたいんですけど、例えばベーシックインカムっていうのが、はい、絆創膏のような対処療法みたいなものであるとするならば、じゃあ日本の将来みたいなのを考えた時に、日本の未来はどんなふうにこう作り上げていくっていうふうにお考えですか。それがさっき の成長をどう作り出すかっていう話の側にあるんじゃないかと思うんですよね、でよくこういう場所で議論になるのは、じゃあどういう産業が次に来るのかとか、次にどういうビジネスが来るのかってよく話になると思うんですけど、ぶっちゃけよく分かんないと思うんですよ。でもしそれが僕が分かってるんだとしたら、多分ここでどの産業が成長するか語る代わりに、多分そういう産業の株価なんかを買う方がよっぽど得だと思うんですよね。でやっぱりコメンテーターとか学者とか政治家とか官僚とかが将来どういう産業が伸びるかとかっていうのを予測しても、大抵外れるんだと思うんですよね。でそんなことが分かるのかな。なので成長する産業が生まれてきた時にそれを邪魔しないような仕組みを作る、無駄な規制を作らないとか、何かこれまでと違うようなことをやってる人が出てきた時に袋叩きにしたり、なんか突然捕まえたりしないっていう形で邪魔をしない状態を作っておくってことが重要なのかな。岡地さん、これだから、はい、
成田さんがおっしゃってることはやっぱだから競争とその結果の成長っていうのは実は結構偶然であり、うん、そして僕が言いたい運も入っているってことだと思うんですよ。事前に全部分かってるんだったら、じゃあ今度は貧乏だけど賢い人たちが次の成長をやればいいわけで、ところがこれが完全にフェアには分配できないんですよね。だからたまたま誰かがすごい儲かっちゃったりとか、たまたま誰かがすごい成長しちゃったりするんだけど、それをこう足引っ張ろうとするよりは、だったらそうじゃなかった人に回そうってするか、あとやっぱりその競争の結果に対して良くないのは納得がいってないってことはあんま良くないと思うんです、うん、みんなが納得して、まあ、負けを受け入れたりとか納得してその結果に結果を受け入れればいいわけで、学歴がやっぱりなんだかんだ支持されるっていうのは、まあ、負けた時にも納得しやすいっていうかルールが明確になっているから、ただやっぱだんだんその構造もみんなが自分がダメだった時の納得感がだんだん下がってきていて、多分親ガチャって言葉も自分の全然努力関係ないじゃんみたいな風に納得がいってないってメッセージの一つだったと思うんですけど、やっぱ競争の中での納得と、そして次またどう回していくかっていう風に視点を切り替えていくってことも結構大事かなと思いますね。その若新さんへの質問ですね。あ、リカさんはいけないかな、失敗を運のせいにしてしまうんじゃないかという学生の意見入ってますね。いや僕はね、失敗を運のせいにできるってめっちゃいいと思う。だったらまた何かやりたくなるじゃないですか。いい、うん、だってまたちゃんとチャレンジできるじゃないですか。今までって失敗したら本人の努力が足りなかったかとか、うん、すごい恥ずかしいっていう風になって、じゃあもう次はあんまり難しいことやらないでおこうとか無難に行こうってなってしまって、チャレンジできる人にどん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 チャンスが回っていって、それは一つの格差だったと思うんで、そっか今回は運が悪かったなと。でなんでやっぱりでも人間が自由な環境を作ると競争し始めるかっていうと、やっぱりこうチャンスがあれば掴み取りたいとか新しいことをしたいというエネルギーが人間にはもともとあるんだと思うんです。成田さんはそこは邪魔しない方がいいんじゃないかっておっしゃってるんじゃないかと思っていて、はい、問題はその後のできた結果をどううまく回すかなのかなと思っています、うん、結構精神的に強さを持ってなきゃいけないのかなっていう印象もあるんですけど、本当ですね、うん、この若新さんの、まあ、運の分配について何かこう聞いてみたいことってお三方でありますか？聞いてみたいことというより私はその運の分配について思うのは、なんかその今ちょっと若新さんの運の分配ってちょっとふわっとしてたので、じゃあ具体的にどうするのかって考えた時にいろいろあると思うんですが、私はやっぱ教育だなと考えていまして、その教育でこうスタートラインがやっぱ今義務教育、じゃあ義務教育は無償でしょって言っても全然塾に行かないと高学歴なかなか勝ち取れないじゃないですか、あの実情としては。だからそういう教育にかかるお金をできる限りこう支援していく、教育を完全に無償化に近い塾とかも含めてしていくっていうこととかは、私はその若新さんの言ったことにじゃあどうすればあの具体化できるかなと考えたときに教育とベーシックインカムだと思ってます。まだいいですね、主張入れて。平原さんどうですか？私もあの本当教育だなと思いますでこう教育の中でやっぱり経験っていうものをどう捉えるのかっていうところをこうそれぞれにこうちゃんとこう理解させていくことが大事かなと思っていて、さっき その履歴書の話に戻るんですけども、別に海外に行ったっていうことは経験なんですけども、そこで何を学んだのかだったり、例えば私履歴書にいじめられましたっていう経験書いたんですけども、それ日本でいじめられました、別にそこでお金も何も発生してません。でもそこで学んだのがやっぱりいじめられてた時に誰も話してくれなかったからすごい寂しい思いをして、その時に話しかけてくれた子がすごく自分の今の原動力につながったので、そういう子になりたいな、私もこう誰一人取り残さないようなコミュニケーションをしたいな、対話を建設的な対話をしたいなって、そこですごくあの学んだことだったので、そういったような小さな経験を履歴書に書くっていうことをこう勇気を持って、大きなことじゃなくても勇気を持って書けるような社会になればいいなって思います。でもさっき3人に突っ込まれましたから、勇気を持って今発言したという感じですよね、はいはい、眠れる夜は来るんでしょうか、はい、ということで若者の格差社会をなくすにはどうしたらいいのかということで、4人のシンカーの皆さんといろんな意見あの出して、ね、話し合いしてきましたけれども、はい、改めて4人のシンカーの意見、誰が良かったのか100人のオーディエンスの皆さんに聞いていきます。4人の意見、誰がね、よかったのか共感できたのか、はい、ボタンを押してください。さあどうでしょうか。ちょっと2つ目のテーマに関しては、うん、票が割れそうな感じがしますけど、あ、確かに割れてますね。高松さんが今のところリードですが、やはり平原さんが最初のテーマに続いて、ただ競ってますよそうですね、高松さんが追いかけています。若新さんも追い上げる展開、平原さんが逃げ切るのかどうか、もう少し、お願いします、はい、気持ちよく出たら追いつくか、
高松さんが追いつくか、ね、お願いします。はい、出ましたかね。あと4票ぐらいありますかね。出たかな。最後まで悩んでらっしゃる方が、はい、また変わってますね。意見が変わりましたけれども、あ、これは、まあ、今の票数を見てみると、平原さんの学歴中心の履歴書から経験中心の履歴書へという意見が、あ、高松さんが抜きましたね。あ、高松さんが抜きました。最後の最後にすごい僅差、女性の、ね、活躍がなんか、高松さんの意見、ベーシックインカムの導入が皆さんに共感最もされたという形となりました。若新さん、ちょっとこれはオーディエンスの運がなかったということですかね。いや、でもあのね、今日面白かったと思うのは、うん、やっぱその平原さんが天使で、そして高松さんが生徒会長で、そこにあの意地悪な天才の成田博士がいて、まあ、僕はただの中二病、ただの中二病なんですけど、やっぱこの、もちろんこう、一番最初は、天使のささやきっていうのはすごく魅力的だと思うんですよ。天使のささやきが魅力的なんだけど、そこにやっぱ成田さんが突きつけるものっていうのは、なんか憤りにつながるような現実なんですよね。成田さんずっとデータの話ばっかりしていて、つまりその何にもない真っ白なところに新しく世界を描けるんだったら、天使のささやき通りに作っていけるんだと思うんだけど、実際に人間が社会を作っていて、そこには思い通りにいかないいろんな複雑があるっていう。すみません、若新さん、さっきはごめんなさいでした、ね、でも途中で切れてしまいました。日本の未来はね、明るいようになるといいなということで、いろんな話進めてきました、うん、4人のシンカーの皆さん、それから100人の若者オーディエンスの皆さん、本当に夜遅くまでありがとうございました。ご覧いただいた方 も、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。